おはようさん。一体なんやねん、この寒さ。こんな日は学校なんか行くのだるいわ。家でぼーっとしてるに限るんやけどね。早起きしてよかった。お前に会えた。相変わらず、かわいいな。なんや、その顔。照れとるんか。お前、ほんとからかいがいあって、おもろいやっちゃな。ほんま。そうや。今日さ、お前んち、行ってもええか。部活割と早めに終わりそうやし、久々に。お前とゆっくり話してえなって。ええやろ？家に行くってそんなに恥ずかしいんか？だってこんなに顔赤くして緊張しすぎやろ。何意識しとるん？何考えとったん？言うてみ。安心して。そんな急に襲ったりせえへんよ。ただ、お前と一緒におりたいだけや。ねえやろ？お前がお望みなら、そっちの方もいけるけど。冗談や冗談。じゃあ、夕方ぐらいにまたメールするわ。そろそろ授業始まるわ。さっさと行かへんとな。俺の担任うるさいんや。ったく。ああ、めんどくさ。じゃあ、また後でな。さっきの話、襲ってもいいよって。ほんまにそう思っとる？だって、まだ顔赤いで。それに、お前嫌やったら嫌って言うよ。言わへんってことは、そういうことな。また、顔赤くなっとるよ。隠しててもわかる。お前のことは、何でもお見通しや。後で、